どうもメンディーです。今回のムーブオンは2015年度最後ということで、年度末、ここ新宿区富山公園をスタートして学生、学校にちなんだスポットを巡ってみたいと思います。この辺りに住んでいたことがあって、ほんとすぐ近くに住んでいたことがあったんですけども、私自身は全然出身でも何でもないんだけど、結構高校生の時にやってた音楽イベントの関係で早稲田と慶応の友達が多かったの。特に早稲田なんかはよくね、忍びに行ってましたよ、遊びに。で、私が10代の時に越してきて、割とすぐにここの新しい早稲田の理工学部のキャンパスができたと記憶しているんだけど、ね、このなんかガラス張りの建物がね、近未来的で、さっきオープニングで映した某住友のビルもね、ガラス張りで近未来的なんだけど、ここもねいい感じで、低層でガラス張りってよりさ、横幅があるからさ、こう宇宙っぽいよね。で、ここがね、私がすごく好きな通りなの。新宿コズミック通りっていう、すっごい好きなのよ、本当に素敵で。まあ5年前の震災の影響でちょっと照明の数は減っちゃったんだけど、夜になるとそれでも明かりが灯ってね、それがね、いわゆる白じゃなくて暖色の照明だからね、本当に暖かくて、なんかどのシーズン歩いててもなんかこう、なんつったの、暖かい気持ちになるっていうかね。今ほら夜じゃないから、木もね、まだ枯れ木でちょっと寂しいけど、だからここでキャンパスライフを送ってる人が羨ましい限りだわ。ああ、こんな、そう、こんな、なんか面白いよね、この新しいキャンパスのこのさ、モザイクって感じで、すっごいいろんなストライプ、モザイクがこう入り混じっていてね、すっごい私なんかこう好きなのよね。だからなんかこう建築物もファッションの一部になるんだよね。それ考えて、なんかこう考えてる、そういうふうに考えると、その日の目的地さえ決まっていれば、その目的地の建築物、またその景色に合わせてコーディネートできるからね、すっごい面白いと思う。私も今日ちょっと精一杯ここのイメージで来ました、ファッションは溶け込みたくて。いいわ、見て、ほらこの木がね、血管が張ってるみたいなの、上の方の枝が。素敵ね、明日に伸びてるわけよ、じゃあちょっと富山公園を後にして、理工学部を後にして、プラプラっと次の目的地行きたいと思います。
すぐ近くです。あ、来ました。私が次にご紹介したかったのがこちらですね。もうほら後ろ、今後ろから来ちゃってるけど、この横長の作りがさっきも話したけど昭和だよね。ここです、日本館。実はこの建築物ですね、なんと昭和11年、いわゆる学生寮の走りみたいな建物でして、まあもちろん早稲田の学生さんはもちろんのことですけども、なかなかでしょう。ここなんて石なわけでしょ。この円形が本当に美しくて素晴らしいのね。それからこの時代だよね、雨の、雨が下に落ちるように形が。この石の像も、像じゃないか、この石の門か。いやもうね、随所にガスのね、こう面白いよね、きっとこれガスよね、ポンプが突き出てるっていう。面白い、面白いって言っていいのか分かんないけど、でも面白いです。もうほら周りを見渡せば、まあ、高層まではいかないけど、こう、まあ、高いマンションが建て並んでて、昭和11年当時っていうのはもちろんそういうものがない時代だから、もちろんその頃はこういう建物は全く珍しくなかったんだろうけど、まあ不思議なことに取り残されたものほど価値がね建物の場合はついてくるっていうのが、それ人間と違うところね。なんかそんなことないか、人だってね、人だって年を重ねて渋みが増して味が出てたもんね。失礼しました。ほら正解。あ、来ました。ここが、ここ早稲田の方志園、この辺りは全部方志園関連の施設が集約してるんですけれども、その中でもひときわ目を引くのがこのスコットホール。1921年にここに建てられたということで、そう考えるともう大正建築物。先月目白の教会にも足を運びましたけれども、またねそことは違って、こう、なんて言ったらいいんだろうな、結構さっきから昔からあるアパートとか、古くからある昭和の建築物を目の前にしているけど、やっぱりあの時代にこういう建物をあって、今だって感動するのに、ことさらこう当時はもっとすごかったんだろうな、衝撃が。でこの施設の中には実はアバコクリエイティブスタジオっていう、まあ本当に一番大きいのかな、都内だと。
まあ、有名なレコーディングスタジオがあって、まあ、オーケストレーションとかもそこでよくレコーディングされてたりするんですけれども、やっぱりこう教会と音楽ってこうある意味密接してるなって思ったりしますね。さてと、甲子園を後にして、いやあれ、なんかなくなってない？体育館なくなってる。ここ早稲田の学生会館なんですけど、そこに体育館があったはずなのにない。怖っ。時の流れ怖いです。じゃあ今日はほら、歴史的な建物にも新しい建物にも、そしてまた今から新しく生まれ変わろうとしている場面にも立ち会えてるってことだもんね。すごい、過去未来現在行き来してるじゃないですか。いやー、馬場下町、馬場下町の交差点に来ました。ここ来たら本当もう大学近くまで来ましたって感じね。ここが諏訪通りと早稲田通りの衝突地点。そうそう、ここからなんか定食屋とかたくさんあるんだよね。懐かしいですか？懐かしいと言っております。こんなになんか綺麗だったっけ？もっとなんか小汚かったよね。うん、こんなのなかったもん。ここは前からあったけど。ああ、来た来た。懐かしい。はい、じゃあおーっと、あ、もう春なんだね。ほのぼのしちゃいます。あ、でもね、こんなの昔はなかった。この縦長のなかったよね。演劇記念博物館、あ、なんか催しもやってるんだ。そうそう、この古びた椅子とこれもだから90年近いってことだもんね、建物が。はあ、今こういうふうに周りを見渡すと、あの新しくできた新館とか、もうここが建った当時はなかった建物なんかももちろんあるわけで、で面白いのが、今私がこの博物館の方を向いて、ここはずっと当時からあるわけでしょ。でファッとこの博物館を見ながら目を閉じて、ファッと開けて、それでまた周り見渡した時に当時に戻ってたら面白いなってね、昔から思うの。全然違うんだろうね。でもやっぱりこの石畳一つちゃんと記憶ってもんは刻まれてるもんだから、残ってどこかこう体験したことのない懐かしさみたいなのを感じるのはそういうことだと思う。
じゃあ演劇博物館を後にして最終目的地早稲田といえばってところに行きます。来たね。昭和2年1927年ここに立ったみたい。いやーちょっと行ってみよう。もうじゃあ90年近くあの秒針が時を刻んでるわけね。今たまたまこう3月でいろいろ一つピリオドの日本だとね季節になるわけだけど、こうそれに別れっていうのはつきものであって、でさよならするその悲しみっていうのはその残されていく立場の人の感情な気がしてるのね。で、まあ、もちろん旅立っていく方もそういう感情はあるんだけど、どちらかというとその次に行く解放感とかがその安らぎにも似ている気が私はします。でこの金ももうここは90年近くあるわけで、こうやって時を刻んで今まで本当に一体何人をこう見送ってきたんだろうっていうふうに思うとすごいドラマティックだなって思うし、逆に言うとそういった意味ではこういう建築物っていうのは残されていく立場ということは、もしかしたらどこかですごいもう人には想像しきれないくらいのいろんな悲しみを抱えているのかななんて思ったりもします。だからなんかこうそういう悲しげなところ、特にレトロな建築物ってあるけれども、そういうものがもしかしたら表に出てきているのかもしれない。すごくピザになっちゃうけど、でもここからこう飛び出していった人たちで、もしくは通り過ぎていった人たちも含めて、ここに限らずだけど、まあ、そういう学び屋っていうのかな、そういうところっていうのは同じようなこういう人を見送ってきたっていう意味では、そういう悲しみっていうのは根付いてるけど、でもそこにこう戻ってきた時に通り越して懐かしさも安らぎに近いような感情というか、ああこういうことがあったなっていうふうに振り返られる、やっぱりモニュメントなんじゃないかなって思います、キャンパスっていうのは。人のもの
焦がした眼差しが音もなくその日を消す。ルーたちさよならという安らぎは去ってゆく。人のもの。ルーたち触れたいという悲しみは残された。それでは2015年度最後のムーブオン、ここ早稲田のキャンパスで締めたいと思います。どうもありがとう。